はい、どうもことです。今日はね、モノアイズのトゥーリトルフィッシーズの解説をしていきます。チューニングはレギュラーチューニングで、BPM が204です。でこの曲ね、比較的シンプルなので、構成もかなりシンプルで、多分初心者の方でもすぐ弾けると思います。じゃあ早速やっていきたいと思います。はい、じゃあ早速イントロの、リードパートからやっていきます。はい、この部分なんですけど、オクターブ奏法ですね。またルートの音を言っていきます。最初の音が、5弦の4フレットです。その次が、5弦の8フレットですね。で、6フレットで、また8フレット、これを全部ね、スライドでつなぐ感じでやれば、綺麗にいくと思います。このフレーズに関しては結構全編出てくるんで、しっかり練習して完璧にしといた方がいいと思います。はい、じゃあ次 A メロの、バッキングやっていきます。ここはパワーコードのブリッジミュートです。ちょっと一回やってみます。はい、ここはかなりシンプルなんで、ちょっと解説なしで、飛ばします。じゃあそのまま次サビのバッキングやっていきます。ここもコード進行は A メロと一緒です。小節数が A メロの半分の4小節になってます。ここもね、目で見ていけると思うんで、ちょっと飛ばします。はい、じゃあ次サビのリードやっていきます。最初の音が1弦2弦の9フレットです。で1弦だけ、8フレットに落とします。ここでオクターブ奏法が入ります。ルートの音が、5弦の4フレットです。4フレット、6フレット、4フレットに戻ります。はい、これの繰り返しです。はい、じゃあ今回はこんな感じで終わりたいと思います。よかったらね、こちらのボタンクリックでチャンネル登録できるんで、よろしくお願いします。あと下の概要欄によかったら Twitter の URL とか貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。ではまた。